えー、こんばんは。初めてスパチャを送らせていただきます。私は性格上、どうしても仕事で何か不安なことがあると、安心材料がないと、どうしても不安で仕事がすいません。俗にう心配性ですが、ひろきさん、初めてチャレンジすることに対して不安と思うことはないでしょうか死にはしないでしょう、セッション来ますが、やっぱり失敗したらどうしようと不安になります。何か幸福のための場所いただけないでしょうかえっと、失敗しても困ら,困らないように先にやっときますね。例えばじゃあ、そのなんか、行ったことのない国で言葉も通じませんっていうのであれば、 その、あの、なんか、パスポートとかお金とか全部取られた時に、じゃあ日本大使館に行けばひとまずパスポートを発行してもらえて、飯ぐらいをごってもらえるよねっていうのがあるので、じゃあその、あの、電車を調べて、その日本大使館の場所を調べるとか、その最悪な状況が起きた時にどうすればいいよねっていう手段さえ持ってると、別に不安に感じる必要ないんですよね。 例えばじゃあ日本で事業やりますと、で貯金全部はたきますっていうのでやるとしてで、失敗した場合って生活保護だよねっていう時に、じゃあ生活保護をもらうためにはどうすればいいんだろうって手続き調べといて、じゃあこれで晴れて、全部お金なくなったとしても生活保護いけるじゃんっていうのが分かれば、失敗しても別にに不安にならなないですよねなので、その失敗して困るのが嫌だっていうのがあれば、失敗しても困らないっていうそのバックアッププランを先に考えておけばいいんじゃないかなと思います。 なんで、あの、授業でよくやるパターンっていうのが、あの僕、口は出すけど、金は出さないっていう。なんで、じゃあ、こういう授業一緒にやりましょうよって言って、誰かに金出させて、失敗したとしても、あの僕、お金出してないから、何にも困りませんっていう、っていうのができたりするっていう。なんで、あの、そういう意味でいくと、若林さん優秀なのかもしれないですね。はい。